モルグ街の殺人は、1932年に公開されたアメリカ合衆国のホラー映画、エドガー・アーラン・ポーの短編小説、モルグ街の殺人が原作。魔人、ドラキュラでドラキュラを演じたベラルゴ氏が本作では、マッドサイエンティストを演じている。フランケンシュタインの企画から外されたルゴ氏と、ロバート・フローリーへの保証として制作されたもの。低予算で制作されるはずだったが、 フランケンシュタインの成功により、予算を増額、1931年12月には、取り直しと追加撮影が行われた。しかし公開してみると、工業は失敗、演技と物語の展開について厳しい批判を受けた。1845年、パリ。医学生、ピエール・デュパンは、恋人カミーユ、友人ポールらと見せ物小屋に行く。出し物は、ミラクル博士と、エンジン。 エリック。ミラクル博士は、進化論を発展させて、猿と人間の雑種動物の創造を目指していた。ミラクル博士はそのために売春婦を誘拐、猿の血液を人間の静脈に注射して、適性を調べていた。しかし、ことごとく実験は失敗。死んだ売春婦の死体は川に投棄した。ピエールは死体暗置所で彼女らを検視、ミラクル博士の仕業と突き止める。 ミラクル博士は、エンジンが興味を示した神家に注目。人間には、侵入不可能な密室状態の部屋にエンジンを送り込み、神家を誘拐する。ピエールは、警察と共に、ミラクル博士の元に向かう。エンジンは、ミラクル博士を締め殺すと、神家を抱いて、高い屋根の上を逃走。しかし、ピエールに撃たれ、川に墜落死する。ラスト、死体暗記書に、 ミラクル博士の死体が運び込まれる。1931年の早い時期、魔人、ドラキュラが封切られ、フランケンシュタインの制作準備中、ユニバーサル・ピクチャーズは、小説、モルグガイの殺人の映画化を思いついた。4月までに、ストーリーは改編され、主演に、ベラルゴ氏、監督に、魔人、ドラキュラ、スペイン5番のジョージ・メルフォードが決定。ヒロインのカミーユ役には、 ベティ・デイビスも候補に上がりテストも受けたが、カール・レムリ・ジュニアから、セックスアピールにかけるという理由で退けられた。監督は、ロバート・フローリーに変更。予算は、当初の13万ドルから9万ドルに減額された。クラインクイーンは10月19日、クランクアウトは11月13日。フローリーは、ちょっとの間撮影から離れたがすぐに戻ってきた。追加ダイアローグに、 ジョン・ヒューストンの名前がクレジットされている。ヒューストンは、この時期、ユニバーサルの文芸部で働いていた。ポーの三分のスタイルをセリフに加味したんだが、監督と助監督に書き直された。その結果、19世紀の文語体と現代交互体が入り混じったおかしなものになってしまった。フランケンシュタインが工業的に成功したので、 12月になってユニバーサルを制作費を186,090ドルに増額7日かけて撮り直しと追加撮影を行った。それに伴い編集で前半部のシーンの順番を入れ替えた。公開は1932年2月21日。アメリカ合衆国の検閲により売春婦が実験室で刺されて殺されるシーンがカットされた。他にも見せ物のダンスシーン。 人間は、猿から進化した、云々の下りがカットされた。アメリカンフィルムインスティチュートによると、上映時間を75分とする資料もあるが、現在のところその版は見つかっておらず、ほとんどの資料は62分としている。ニューヨークタイムズがミノアンドレ・センウォルドは、恐怖を盛り上げるのに、熱心すぎるのと俳優のオーバーアクトに、ヘキさせられたと書いている。バラエティシは、 シドニーホックスがアンジェーヌ役を誇張しすぎるので観客は恐怖を感じることができなかったと評した。ナショナルボードオブレビューマガジン氏は話は飽きずに見れるが役者の演技は大したことなく、某作品から期待される恐怖はあまりない。デイリーニューズ紙の系ト・キャメロンはラストシーンは評価しつつも不自然なストーリーと評した。好意的なレビューもある。 ザ・ハリウッド・ヘラルドのビル・スイガーとは、当時の時代背景と調和した、美しさが高く称賛されるだろうと絶賛した。また、ワシントン・ポスト紙も、ルゴ氏を、新しいスリルを創造した偉大なスターと評価した。この映画でキャリアップすることを望んでいた、監督のフローリーは、悪役が、もう少しうまくかけていればもっと良くなっただろうと、述べている。フローリーはこの映画の公開後、 ユニバーサルからワーナーブラザースに移ると年4、5本のペースで仕事をした。一方で、レオン・エイムズはこの映画が嫌いで、フェイマスモンスターズ・オブ・フィルムランド誌のインタビューで、今でもテレビ放映で私を悩ませるひどい映画と語っている。ありがとうございます。